のたため建物が上すぼまりにっっている煽った状態で撮影レベル撮影で観光面が壁面と平行のため建物の垂直線が平行になっているキャノン TSE レンズ一眼レフカメラ用レンズでは例が少ないシフトとティルトが両方可能であり煽りができる一眼レフ用レンズでは初めて AE 撮影に対応した レンズビューカメラによる煽り操作のレア煽りとは垂直でありかつ中心が一致しているカメラのレンズの光軸とフィルムや撮像素子の観光面を意識的にずらしたり傾けることを言う。オーバンカメラなどのビューカメラでは標準でレンズボードやフィルムバッグを操作することによって煽り撮影が可能である。一般的な一眼レフカメラでは煽り撮影に対応したベローズユニット もしくは、レンズ単体で煽り撮影のうちの一部を可能にした専用レンズを使用することで煽り撮影が可能となる。デジタルカメラにおいては、通常のレンズで撮影し、シフトレンズに似た効果をデジタル処理にていることも行われている。煽りの種類ごとに、操作の方向によって以下のように分類されるとともに、レンズボード側での操作には、フロント、フィルムバック側での操作には、 リアをつけて呼ぶ通常撮影される画像はイメージサークルの中央に固定されているが、光軸をずらす操作によってイメージサークル内の任意の位置の画像を撮影できる。通常撮影では観光面と被写体のフォーカス面が平行であるが、光軸を傾ける操作によって観光面と平行でない任意の傾きにフォーカス面を移動させられる。主に遠近による 被写体の歪みを補正する場合と斜めの被写体に対して広範囲に焦点を合わせたい場合がある。磯村光一。バージョン2.0からの新機能、デジタルシフトを解説。デジカメウォッチ。2017年10月25日閲覧。ウィスタのサイトの解説。ビューカメラのカタログには、それぞれの種類、方向ごとに操作可能な範囲が列挙されている。 ありがとうございます。